い、ということでね、もう最近ちょっとね、あの毎回あのゲストを入れて、でちょっとイレギュラーでね、あのトットタダくん、はい、出てもらったんですけど、やっぱタダくん出てもらったら純粋に伸びたね。いや、それはすごいですね、やっぱりです、うん、吉本一のイケメンですから、言うたら。でもね、やっぱコンセプトはこれほんま、まだ漫才劇場とかに上がってなくて、アップトゥユーでもうほぼメディア出たことなくて、はい、なんかそういう芸人がやっぱええやんか、こう、その、そうですね、うん、で、それちょっといろんなね、はい、あの、なんていうかこう、苦悩であるとか、なんか面白いエピソード、はい、どんな方面から聞き出そうってことで、はい、で今回は、小畑が、まあ、まあそうですね、まあまあ、柴田の方が実は仲がいい人なんですけども、ちょっと僕が今回名前を挙げさせていただいて、ちょっと、今はアップというの芸人さんなんですけども、結構いろんなことを経験されてる、なんやったらとお笑いの大会でナンバーワンにもなられてるような、そんな芸人さんなんです。あら、じゃあちょっと紹介してもらっていいですか、小畑くん。ちょっと呼び込んでいいですか。はいはい、じゃあよろしくお願いします。どうも、芸歴5年目の国道アリス加藤スムージーと言います。よろしくお願いします。お願いします。スムージーありがとうございます。お願いします。加藤や、国道アリスっていう、コンビ名で加藤スムージーくんっていう。そうです、はい、国道アリスというコンビでやらせてもらってまして。八木さん、ちなみにご存知ですか。いや、俺はじめましてやんね。そうですね、はじめましてです。加藤くんとはじめまして。うん、なるほど。僕らの一応一期下なんですけども。一期下や、5年目やからね。はい、うん、はい、まあ、僕が言わせていただいた、そのお笑いの大会で一度ナンバーワンになられてるという。おお、すごいや。ちなみにどういった成績でしたっけ。はい、NSC を首席で卒業しまして。えぐいな、これ。ありがとうございます。そういうことか。だから言ったらもう、はい、その同期の中ではナンバーワンで学校卒業してる一番エリートですから。なるほど。ほな、そういうこと。 NSC ってその1年間やんか。1年間やろ今は。で、はいはい、600組ぐらいいんのかな、大阪だけで。僕らの同期は最終的には、卒業は400組とかやったと思います。300組か。でも入ったんで言うとそれぐらいやろ。そのすぐやめた。入ったはそうですね、1000ぐらいはいたと思います。人数で言うと1000人ぐらい。でそれは大阪の主席ってことや。そうです。すごいね。ちょっと今回はそうですね、そうですね、結構すごかったです。はい、すごいよねそれ。はい、自分で言うのはすごかったです。いや、そうすごいね。言うな。はい、結構すごかったです。すごかった。言わないですけどね、あんまり。なるほど。じゃあちょっとね、そのタレント1年後輩のその NC の出席のメンバーで、ちょっといろいろとね、ごめんね、本当に自己紹介から聞いていく感じだけど、まず国道アリスっていうコンビ自体が5年目で、どういう、もともとの友達で組んでんのかな。あ、それが組んだのが去年の8月でして。あ、はい、だから主席で出たけども別のコンビだったってことや。はい、そうです。もともとポップマンというコンビでずっとやってまして、うん、そのコンビで主席で卒業して4年ぐらいやってたんですけど、うん、解散してしまって去年の、うん、9月に今の相方と組んで、国道アリスを組んだっていう感じですね。なるほど、そういうことや。ほんなら、はい、そのポップマン時代で、はい、5年目で世に出てる芸人とはいてんのかな、東京でも大阪でも同期で。あ、だから僕らの同期でいくと令和ロマン。あ、令和ロマン、うん、はい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 、主席のね、主席で。あとはまあもうちょっと解散してしまったんですけど、猫屋敷っていうコンビが。あ、猫屋敷ね、はいはいはい、ぐらいですかね。うん、なるほど。ほんならまあ言うたら、で、その、主席で卒業して、そっからアップトゥユーに行くわけやんか。はい。で、そこでは満劇に上がれたの、そっから。それが、僕らアップトゥユーとは別に、当時3年目以下の、うん、なんかバトルシアターっていうのがあったんです、うん、ライブが。1ヶ月に1回。で、それだけは、現役生の時も出れまして、ええ。で、それでバトルシアターで僕ら現役生で1位を取って、うん。でまだ卒業もしてないのにね。はい、うん、現役生の時に劇場入れ替え戦に一回行かせてもらったんですね。うんうん。でまあその時無理やったんですけど、また次のバトルシアターで1位取って、4月卒業で、うん、5月にまた入れ替え戦がある劇場、うん、
のその入れ替え戦で僕ら劇場に入らせてもらったんで、うん、あ入ったやん、マジで。だからすごいデビューしてみんな5月からアップトゥー出るんですけど、うん、僕らアップトゥー出ずにもう劇場にいきなり入ったんで、うわそれすごいね。そうですね。ほんでそれ行ったやんか。でアップトゥーで満劇でレギュラーになってて、はい、1年目2年目って重ねていくわけやろ。はい、そこはなんかショーとかかかったりしたわけ。そこからいや1年間まあ1年ずっと劇場行させてもらって、うんうんうん、でもなかなかこうちょっとショーとかも引っかからず、 M1 もはまあ3回戦は行かせてもらったんですけど、うん、3回戦で止まってて、そこから劇場から1年で落ちてしまって、うん、でずっとアップトゥーユーに行って、でまたもう一回戻って、うん、落ちて解散っていう形です。なるほど。そちなみに加藤くんはそのツッコミボケっていうのはどういう感じだったの？そう、僕は、ボケですね。あ、ほんならボケやから、まあ、加藤くんはネタ書く感じだったの。まあ2人で書いたりとか。いや僕がもう書いてました。はあ。ほんでそれ解散っていうのはどっちから言い出したの？向こうからです。そうなんや、俺それ知らんかった。あ、そうです、向こうからです。それなんでなん？これが、その向こうが、まあ、言わないでいいで、まあ別に言いたくないことは。あ、全然大丈夫ですよ、全然言います。もう鮮明に覚えてるんで、あのマクドの、ナンバーのマクドの端の席で、うん、すごい言われた覚えてるんで、相方が、その、うん、まあちょっと、ずっと何回かその話し合いにはなってたんですね。その、うん、なんかもうちょっとキャラクターのある漫才がしたいと、相方は。まあ、相方から、うん。相方はずっとそれを言ってて、うん、でも僕はあんまりそんななんか、いずれなんかこう出てきたらいいけど無理やりなんかキャラクターはつけたくないみたいなんで、うん、で実際にこう劇場にも入れたりしてたし、うん、いいんじゃないのでずっとこう言ってたのが、ちょっと相方が多分どっかでもキャラあるやつと組みたいってなって、うん、僕らの同期で結構キャラ強いやつがおって、うん、そいつと組むわっていう組みたいからっていう理由で解散言われました。それってほんなら相方は、まあ、どっちかというとなんかその感じ聞いてると結構できる感じのツッコミってことだね。そうですね、結構多分今思うとやっぱり平場とかでも普通にツッコミとかは上手やったなと思います。ほんでその相方はもう今満劇には割れてる感じ？まだ上がれてない？それがその相方がまたちょっとややこしくなりまして、こいつと組みたいから解散してくれって言われて解散したんですね、うん、で相方がよっしゃ組もうって言って2人でやろうとなったら、そいつに断られたらしいんですよ。はい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 、なるほど。で、なんか何してんの、僕からしたらもうその、うんうん、そいつと組むからっていう理由で言ってんのに何してんのってなって、うん、でしばらくしたらそいつがその東京での同期にやりたいやつができたから東京に行ってくるってので、うん、去年の4月東京に行きまして、うん、その4月に東京行って9月に、うん、解散しまして、うんうん、で、今年の3月に大阪戻ってきました。戻ってきた。はい。大好きだよ。ほんまに、ちょっと、長い旅行みたいな感覚で。そうですよね。なんか、僕が聞いた噂では、うん、その、西本は、あ、そうです、すいません。僕の元相方、西本って言うんですけど。西本って言うんですけど、相方の西本が、もう、多分、解散して結構すぐぐらいに大阪にも帰りたかったらしいんですけど、はいはい。ね、帰りたかったらしいんですけど、あの吉本がお前あまりにも早すぎるっつってできるだけ止めたらしいです、東京で。もう帰ってきてコンビこっちで組んでねやったっけ、西本は。そうですよ、もう帰ってきてすぐコンビ組みました。なんかこう、あの後輩と。あ、もともとごめんね、その加藤くんは高卒組？僕は短大組です。あ、大ゆうすけと一緒やな。出身聞いてるんだ。ダイヤのユースケさんと短大、はい、短大組ですね。ほんと20歳からってことだね。そうです、一番なんかその謎の2年間があった20歳からですね。ほんと25ってことだね、今そうです。はい、それでもね、そのなんか今聞いてたら、その卒業公演で主席になってて、その勢いでいくってことは、その時の漫才って形があったんじゃないの？もうそこまでいくってことは。なんか結構そうですね、いや形というか、でもほんまにめちゃくちゃシンプルな漫才でした。あ、ほんなら別にその時やる1個のネタ、まあ例えばなんか一つの形があるっていうかは、別にいろんなタイプの漫才が全部ハマったって感じで、1個の設定というか。そうですね、別になんかこう、なんていうんですか、こんなシステムみたいなわけでもなく、本当にもうベタな
コント漫才で行ってたんで。あー、それすごいね。なんかそれ聞いたら、なんかシステムみたいなやつがあって、なんかこうそのシステムがなんかこうハマったみたいなことかなと。そういうわけじゃなかったんや。そうですね。へー。僕もあのアシスタントについてたんで、ずっとネタ見てましたけど、もうその2人のお笑いの基礎体力だけでもう上がってる感じというか、もうボケも上手いし、ツッコミも的確に突っ込めるから、もうそれだけで笑い取れるから、シンプルな漫才でめっちゃ笑い取れてる感じのイメージでしたね。なるほど。だからまあ2人ともできるタイプやったわけやね。そうですね、結構できるタイプでしたね。だから結構できるって言わん、自分でさっきからずっと。結構できるタイプでした。僕のネタも結構よくて。あ、そうなんだ、結構できたんや。でもこれね、結局ね、なんやろね、こうお互い力ありすぎたら、一つそこはなんかうまいこといかへんっていう典型的な例かもしれないね。あー、でもそうなんですね。やっぱこう、まあ劇場に上がらせていただいて、うん、そっから上がもうどうしてもいけないんですよ、やっぱり。うん、劇場上がってからの上っていうこと。上がってからのやっぱりこう賞レースに引っかかったりだとか、うんうんうん、なんかこうなんていうんですか、なんかまあ先輩のライブに呼んでもらうとかもあんまりなかなかなくて。だからその相方がなんていうか、その、まあ、キャラっていうのは、いわゆるそこのパワーがないといかれへんっていうことを感じたよね。うん、はい、そうですね。そういうことやな。だからちょっと焦ってもうた感じやな、それ。あ、で相方は結構ずっと焦ってた感じはありましたね。うん、あ、なるほどな、はい、そういうことか。いやいや、これめっちゃおもろいな、やっぱこう。あ、まずはあります。いや、だって面白いエピソード喋れるのはもう年に一組しか出ないわけですからね、主席の人生を歩むやつは。そうやな。で、そんな、そっからで、まあ相方で解散しようってなって一人になるわけやんか。で、そっからやっぱまだ相方、別の相方探しに出すんやん。そうですね。それがその、まあ僕なんか自分で言うのもあれなんですけど、まあそれなりに、まあ、主席で、うん、劇場もすぐ入って、うん、あの、まあいい成績やなって思ってたんですよ。はいはいはい。まあ、そうやな。すごい。どうしました？ちょっと、あ、大丈夫ですか？大丈夫だ。で、あの、まあ、解散発表して、じゃあ、あの、誰からも組んでくれっていうラインが来なかったんですよ。こういうのってなんか、わからないですけど、テレビとかでなんか、うん、人気の子は NS、なんか養成所でも取り合いになったりするとか、うん、解散したらすぐ声かかるとか、うん、僕、ほんまに誰からも声かからなくて。うん、うん。で、いろんな先輩とか、あの同期とか、うん、ちょっとなんか誰かおらんみたいなのを、うん、呼びかけてもなかなかいず、で自分から声かけたりとか、うんうんうん、で、じゃあちょっとこう組みたいなと思ってた、あのこう同期と、うん、アトランっていうコンビがいたんですけど、うんうん、ちょうどその解散して、うん、でそいつのそのツッコミと、まあ、結局組むことになったんですけど、だからだいぶちょっと相方探しは難しかったですね。難しかった。ほんでその国土アリスを組んだわけやんか。はい。で組んでそこからアップトゥーユー出て、今どういう感じの流れになってるわけ。今ちょうどこの前アップトゥーユー1位取れました。あ、1位取ったんや。はい。あ、ほんだ、はい、うんうんうん。で組んで、それは1年ぐらいでってこと？1年経ってない。8月、はい、まあ、9ヶ月とか8ヶ月ぐらいですかね。で、アップトゥーユー初めて1位取って、今度前からあのそうです、サバイバルとかチャレンジ行くってことだよね。はい。その前にさ、なんかあのちょっとプロフィール見たら、なんか鶴見区の住みます芸人やってんの？あ、そうです、鶴見区の住みます芸人やらせてもらってまして。それでどういう経緯でどうなってんのかな。それは前のコンビの時に、僕が、うん、あの鶴見区に今もなんですけど実家で住んでて、うん、なんでそのツルミックスみます芸人をなんかやってくださいみたいな、うん、あの前のツルミックスみます芸人さんが解散しはって、うんうん、で前のポップマンというコンビでツルミックスみます芸人をやらせてもらって、うん、で僕らも解散してしまったんですけど、僕だけを残してくだ、まあ、僕が出身やったんで僕残してくださって、うん、で今のコンビになって、今でもまたあのやらせてもらってるっていう感じですかね。ほんなら今万劇入ってないけど、仕事は結構してるんちゃうもん。いや、それがやっぱちょっとこのコロナで、うん、あ、コロナでな、住みますの仕事も全くなくて、
だから、あんまりですね、正直。あ、そうでもないんや。はい、本当にもう月1回あるかぐらいですね。これ本来今ちょうど今その、まあ、解散して組み直してアップという1位を取ってこういくとこやんか。で聞いてたらまだその5年目ってそこまで世に出てないやんか、コンビが。はい。でまあ、NSC の時から卒業して解散してってぐちゃぐちゃって組み合わせて、はい、まあこれほんま今から何がどうなるか分からへんっていう状況に入ってるよね。そうですね。だから本当に最初がすごく良かった分、後半がすごい地獄ですね。今のすごい振り幅がすごすぎて。いや、でもこれが、真面目な話な。はい、俺は全然そうは思わへんねんか。あ、本当ですか。うん、で俺な、それで言うと、僕が、まあ、19とか相方18ぐらいから入って、まあ、大学行きつつやったけど、入って、もうオーディション1年以内でクリアして、で、その、半年後にはもうテレビ出てたんやんか。テレビ出てて、ラジオもレギュラーやらせてもらって、テレビのレギュラーも関西ローカルから始まってっていう状態やったの。で、まあ、すっごいいい状態やって、なんかこう、はい、で、そっからテレビのレギュラー終わったりとかして、24の時に、出た芸歴4、5年目の時に、一回レギュラー全部終わったんや。終わりかけたんや。ラジオとかあったけど、まあテレビとか。で、その時に俺、ってなったん、俺も。半年で、まあ、デビューした半年でテレビ出れてレギュラーとかあったのに、なんかむっちゃくちゃ落ちたような感じがしたり、自分の中で。はい。でその時2丁目劇場でなんか西川のりお師匠がゲスト来られてたんで、はい、でそのゲスト来られてた時に、まあ、他の芸人さんとトークしてる時に、お前らな、これお前はっきり言うといたるわ、もう全員ここら辺スタートラインやでって言わはった時に、なんか俺全然その時はいやもう結構やばい感じなんですけどと思ったけど、今考えたらすごい思うのよ。ああ、うん、だから僕の中では5年の中でガーンって自分の中で5年の中で行って落ちてるっていうこの波やってんけど、もう俺で言うと28年やってたらこの波なんかめちゃくちゃちっちゃく感じんのよ、そのそうなんですね。だから5年目ぐらいってこの波でめっちゃ焦るのよ。ああ、焦ります。それって例えば、ね、分からへんで、株のチャートでも何でもいいか、パチンコの波でもいいけど、ここら辺ってこうちっちゃい、はい、ハマりかなと思うんで、やったことなかった。でもこっからとんでもないハマりととんでもない爆発を見てきたから、そうなんはもう全然まだ序盤なんやろなと思う。なんかめっちゃありがとうございますありがとうございますほんまに、いやマジで思うね。それってなんでかって言ったら、例えばなんかこう、この、YouTube 自体がやったまま、令和始まってから、その時の初期とか、なんか下手したら、おいでやす小田がまだ全然世に出てなくて、そういう意味では、小田めっちゃ、絶対売れんのになとかいう話してたやんか。ああ。で、そっから小田あんななったりとかさ、この期間だけでやで。ああ、確かにそうですね。そうだし、もっと言ったら、10年前で言うたら、ちょっと結婚式した時に、ミルクボーイとかコママとか、言ったら、うん、まあ結婚式の受付やってくれてたもんね、全然仕事なくて。でもそうなるなって今あんな感じやんか。だからこの芸人の世界ってほんま分からへんから、今主席でなんか解散してなんかいろいろあるけど、ほんまのこれから多分その加藤君が45とか下手したら50の時に、あの時めっちゃ波ちっちゃかったやんって思うと思うわ。いや、これはね、ありがとうございます。なんかいいですね、これ。なんか、まあ、本当に、YouTube とかじゃなく、本当になんか、ひとしおなんか、すごい、大先輩のすごい意見をいただいてるっていう、なんか。この YouTube は、その笑い笑いしてなくて、こう、ドキュメントで、いわゆる、お酒のない居酒屋っていうことやから。めっちゃしっくりきました、今の例え。そういうチャンネルは、基本的に出演者にお笑いさせないチャンネルやから。あ、そうなんですか。喋ってる。いや、なかなかちょっと、なんか、ちょっと浅くってたんですけど、なんかボケれないかなと思ってたんですけど。思うよな。すごい、大丈夫。そうやん、だからそれね、ドキュメントなんかね、聞いててね、で、多分やけど、思うねんけど、はい、加藤くんは多分どう考えても才能あるよね。え、ほんまですか。いや、あると思う。なんでかって言ったら、ないやつはまず出席なられへんもん、ね。ありがとうございます。絶対ならへんと思う。だから、これがどれだけすごいかって考えたら、
お笑いっていう前からこうその年にあの目指したやつが全員来るわけやんか。でそれって結局は、まあ、600人でも1000人でも単にくくったやつじゃなくて北海道から沖縄まで腕自慢が集まるわけやんか。うん、でもその単なる腕自慢じゃなくて人生かけた1000人やんか。だって就職かけてさ、はい、人生かけた1000人集まってその中で、まあ、言ったら西のチャンピオンになったわけやんか。はい、これはすごいと思うね。だって確率えげつなくない？一組って。まあそうですね、その学年の一組なわけやん。まあ、言ったら、はい、ボクシングでもさ、まあ、例えば西日本新人王ってあるけど階級あるからさ。ああ、そうなんですね。だから別にまあ、ライト級とかバンタム級って階級やけど、お笑いって階級ないからさ、マジのもう2人だもんな、そこは。はい、だから絶対なんかそうなのなと思って。すごい嬉しいですね、ありがとうございます本当に。八木さん、あんまりちょっと褒めすぎるとあとしてちゃんと調子乗れるやつなんで、ダメです褒めすぎたら。いや、順番取ってください。だからな、これな、いやもっと踏み入って喋んねんけど。あ、はい。だからこう、お笑いの能力って何やねんって話になってくるの、今度。ああ。ということですか。